もいらっしゃいということでね、まずスタートは、桂さん氏から始まりましたけれども、あのおかげさまをもちましてですね、私の、第3号店、まあ、一番大きなお店になるんですけれども、那覇市元町になります。楽しみ笑い市場がなんと11月で5歳の誕生日を迎えます。イエーイ、ありがとうございます。どうもどうもどうもはい、ということでですね、まずこれまでですね、本当に支えてきてくださったスタッフはもちろんなんですけど、やっぱりこうやって支えてくれているご来店なさっているお客様のおかげをもちまして、ようやく5年という月日が流れることができました。これからもですね、さらにいいお店を目指して頑張っていこうと思っておりますので、これからも楽しみの一番よろしくお願いします。はい、こんな感じで大丈夫ですか？はい、なんか横に絵があるんですけど、何ですかね？やっぱり気になりました？誰か気になりました？気になる？気になりますね。彼はですね、うちの楽しみ笑い島の今ですね、すごく頑張ってくれている、この5周年のイベントに関して、いろいろサポートしてくれているんです。ヨギさんという、ロン毛のイケメンがおりまして、そっくりじゃないですか。書いてみようと思うんですけど、まあ、ヨギさんというですね、イケメンがいるので、どうぞ、彼に会いに皆さん来てください。よろしくお願いします。